はい、皆様こんにちは。愛も変わらず寄せ植えです。はい、それで、早速ですが苗の簡単な紹介です。これがですね、国生ビオラのタンゴアモーレという、ちょっと紫色の可愛いお花になります。はい、でこちらが先日ご紹介したこれも極みというものの一重咲きになります。でちょっとうっすら紫がかった王輪花になります。こんなお花ですね。で花芽がいっぱいもう上がってきてるんで、これからいっぱい咲いてくると思います。でそれ以外には先日不採用にしたシレネとか、これは、まあ、冬の寄せ植えの代表ですね、白大菊、とか、こちらはシルバーレースですね。ふわっとした質感が特徴的です。はい、こちらを、先日の極小ビオラよりちょびっと小さいものですね。これは、27センチですね。はい、これに寄せ植えていこうと思います。はい、じゃあ詳しい苗のチェックから入っていきましょう。はい、ではまあメインの、極小ビオラからです。こんな感じの、すごくちっちゃいんですけど花上がりが良くて、ステムをピンピンって伸ばして咲く姿がすごく愛らしいです。ちなみにこれ身元園芸さんで、タンゴアモーレってこんな可愛い、ラベルがついています。でお子さんがいらっしゃるご家庭だとこれが欲しいって子どもたちが可愛がって、これで飼っていくというパターンをよく見ます。はい、身元ビオラさんとっても有名ですよね。素敵な小輪ビオラです。はい、次、先日ご紹介した極みというブランドです。ちょっとした紫が入った王輪花のシングル、セミダブルの島シングルと言っていいでしょう。こんなお花になります。で見ていただくと分かるように、分かりますかね。これ花芽なんですよね。これも花芽、こっちも花芽で、もう花芽がすごいどんどん上がってきてるんで春に向けてすごくいっぱい咲いてくると思います。はい、次これもまあご紹介するまでもないですが斑入りのシレネです。ユニフローラという品種で、先日ちょっと株元が群れていて使わないとかいうことがあったんですけどもったいないので、使ってみようと。で枯れ葉は株元の群れた枯れ葉は落としておきました。はい、次がシルバーレースです。これはですねすごいふわふわっとした質感で綺麗なシルバーレース、シルバーリーフなんですけど、私ちょっとこれをうまく寄せ植えるセンスがあんまりないんですけど、まあちょっと一株チャレンジで入れてみたという感じです。で、こっちが、白大菊です。はい、小ぶりのものを選んできました。で、値段はすごく安いものです。128円でした。はい、品種はなんかクイックシルバーという品種らしいですね。はい、綺麗なシルバーリーフです。はい、では早速植え付け作業に入っていきます。はい、培養土を作るのが趣味の、私ですが、今回も培養土を配合していきたいと思います。で培養土の配合はサムネイルに出しておきますけど、ラナンキュラスとマーガレットを紹介した配合と全く同じになっています。
よければそちらもご覧ください。じゃあ早速作っていきます。はい、じゃあこれで、培養土が作り終えたので早速植え付けを始めていきたいと思います。はい、じゃあ植え付けていきます。デロマンの27センチのスタンダードポットですね。はい、鉢底網を引いて、で発芽小石を、またネットに入れてきます。はい、こんなぐらいですね。ニンジンを払います。入り口を絞って、はい。自分の場合は結んじゃいます。抜き道再利用は、袋は再、来年、使うときには、もう袋は使わないという感じですね。はい。こんな感じで入りました。はい。じゃあ培養土入れていきます。それで、苗の中で一番背が高いのがこの極みの、4号ポットかなの、ロングポットなんで、この高さまで土を大体入れていきます。はい、よいしょ。大体 OK ですね。はい、じゃあまず最初に、お花2つですね。これは、Y 製のビオラでもあるので極小ビオラなので単語は無理ですね。大体決めていきます。こんな風に前後に入れてあげようかなと思っております。はい。じゃあまずは、極みのアネモネから、根鉢の確認をしていきます。で、こういう枯れた葉は風通しが悪くなってこう蒸れるとすぐにカビとかが生えたりするので、こういうのは取っちゃってください。それでは抜いていきます。はい、こんな感じで、よいしょ。全部根っこです。すごくないですか。はい、で、球根植物は根っこは基本崩さない、肩だけ、ちょっとだけゴミを落とす感じで、きっかけを作るためにちょびっとだけほぐしてあげます。もう本当にほんとちょびっとでいいです。やんなくてもやんない人もいるので、自分はほんのちょびっとだけ崩した方がいいんじゃないかと思ってますけど、本当にやらなくてもいいぐらいの話です。はい、で見てください。花芽がいっぱい出てきてますか、ね、
はい、じゃあ大体置いたら次はタンゴアモーレ、はい、根鉢の感じはこんな感じで根っこが旺盛に張ってますね。で、やっぱりあれなんですね、冬なのであんまり崩したくないんですけど、ちょびっときっかけを作るぐらいは、自分はほぐします。で、秋とかだとかなりほぐしてもうビオラは根っこの再生が早いので、大丈夫なんですけど、冬なので、なんか優しく触る程度にしておきます。はい、でこういうところに枯れ葉などがあるのでこういうのは、覗いておいてください。やっぱりビオラもそうなんですけどこの株元が蒸れるとどうしても病気になるのでそれはなるべく風通しよくしてあげた方がいいです。はい、こんな感じで、で肩の部分をちょっとゴミを落とす感じに、軽めに、土を落としてあげて、はい、すごく軽めに落としました。はい、でそうですね、ここの前に置きます。はい、大体これぐらいでいいかな。ちょっとアネモネもう少し高さを上げてやりましょう。はい、よし、こんな感じでいいかな。方向はちょっと変えましょうか。こっちに変えましょうか。よいしょ。はい、こんな感じで OK です。よし、ね、大丈夫ね。よし、次に、こちら側ですかね、こちら側に白大陸を入れようかと思います。よいしょ。はい、こちらも根っこはこんな感じで結構きれいに回ってます。で肩の土を落として、で白大陸は割と、ちょっと植えた直後はへこたれるんですけど、ちゃんと数日経つと復活してくるのでそれほど神経質にならなくてもいいかなと。こんな感じで、はい、でちょっと根鉢の高さを調整します。で間に土を入れていきます。次にシルバーレースを植えてきます、うん、すごい根っこ張ってますね。肩を落として、でこれもシルバーレースもそんなに冬植えてもへこたれたんですけど、あくまでも時期を考えて控えめに落とします。長いですね。もうほんときっかけを作る程度で、これをここの後ろに入れます。こんな感じですかね。でシレネを植えます。
はい、じゃあ間に土を入れていきます。あります。完了です。じゃあお水をあげていきます。はい、じゃあリキダス1000倍溶液でお水をあげます。はい、そしたら排水性の確認します。はい、大丈夫ですね。じゃあ2回目のお水をあげます。最後までご覧いただきありがとうございます。今回は極小ビオラをメインとした、アネモネも、寄せ植えたんですが、こんな感じの、ちょっとシックな、仕上がりにしてみました。いかがだったでしょうか。はい、結構地味めな作業の動画ばっかりになるんですが、実際春、が本格的に始まるとドワーッといっぱいお花を咲かせるために、こういった寒い時期にコツ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 植え替えをして毎年しています。はい、で、次回なんですけど、もう1月も、上旬なので、バラの植え替えか、もしくはクレマチスの植え替えを早速始めていきたいなと思っています。予定変更になったらごめんなさい。はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。すごくモチベーションアップになるので、応援をよろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。